ちょっと天下の堀江はもう少し勉強した方がいいよ。いやいや、いや、そう本当いうことに。ないじゃないですか。だっいや、て、本当にそれそはうだっだって、て。エネルギーのベストミックスの話で言ったら火力発電だって使ってるわけだし。だから火力発電を使わない方向に今進んでるわけだよ。いや、進んでるけど原発は使えないわけじゃないですか。だから原発は最小限にしながら火力発電をね、減らしていくっていう、そういう中で再生エネルギーを増やしていくっていうのは世界の動向なんでね。でもさ、再生エネルギーの工場、まあ、再生エネルギー太陽電池パネルとかさまざまなものを使ったりとか、それの耐用年数とか全然テクノロジー的にまだ全然追いついてないわけじゃないですか。いや、僕は勉強してないわけじゃなくて、ちゃんと勉強した上で井口さんと話をしてます。いくらでも話できるけどね。いや、話じゃなくて、これってごめんなさい、ファクトで言えます。いくらでも、いや、ファクトで僕も言いますよ、いや、で僕は別にその EV シフトとかそういうものを否定してるわけでは全然ないです、いいですか、そこは言っときますよ、ね、いやだから僕はだから今日本があのだ日本が負けてるとかっていうのはで遅れてますよって話で、そこの話がちょっと話長いんですよ、三好さん。じゃあ、まあ何言いたい。いや、話が長くて同じことを3回も4回も聞いてるんでちょっとイライラしてます、正直言って。で、言いたいのはいいですか、